はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。2020年、この大混乱のさなか、現在、アメリカアマゾンでは、FBA に納品できる商品に制限がかけられています。この現状っていうのを詳しく解説させていただくとともに、どのように対処すればいいのかについても言及させていただきます。フルフィルメントセンターに納品される商品の一時的な優先設定という専用ページがありますので、こちら、この動画の下にリンク貼っておきます。セラーアカ アカウントをお持ちの方でないとこちらを見ることができないんですがすでにアメリカアマゾンのセラーアカウントをお持ちの方はクリックしてログインしていただければこちらのページに行きますのでぜひご覧くださいアマゾンのこういった規制っていうのは有事の時であろうとなかろうと普段からよくある日常茶飯事のことなんですね我々にとって大切なのは一喜一憂することではなくどのような変化が起きてもそれに対して順応していくってことだと思います されている通り。 ですね少し読まさせていただきます amazon では4月5日以降も引き続き受領可能な商品の優先順位を決める一方で受領できる商品を拡大できるようになりました引き続き amazon のキャパシティに制約があるため商品ごとに受領の拡大を実施していますそこで出品者が納品プランを作成できる商品を確認できるようセラーセントラルの発注推奨ページと在庫補充レポートを更新しました amazon では優先買付けを行う際購入者が現在 必要としている需要の高い商品、現在の在庫レベルと輸送中の在庫、フルフィルメントセンターの容量、最新の健康ガイドラインを遵守しているかなど、様々な要因を考慮しています。とにかく、もともと4月5日までで、こういった制限は解除されるはずだったんですが、それが解除されずに引き続き続いている。 しかしながら、受領できる商品というのは、日に日に、そして徐々にですが、拡大してきていますので、最終的には普段通りに納品できるようになりますよという旨の話がこちらに書いてあります。同ページの下の方に書いてある、よくある質問のところをご覧いただければ、より内容というか、経緯がご理解いただけると思います。アマゾンは2020年4月5日から通常の業務を回復できますが、コロナの影響は進行中であると アマゾンの業務を完全に回復する予定定日は確定していませんしかし、アマゾンではフルフィルメントセンターで優先度の高い商品を確実に処理しつつ、可能な限りより多くの商品を受領できるようにいたします。他にもいろいろな Q&A 書いてあるんですが、大切なポイントとすれば、出品登録を行った情報に基づいてその商品というのは優先的に納品されるものかどうかっていうのを判断しているということです。日に日に変わる情報ですので、 はっきり言って流動的かなと思います。とにもかくにも対処とすれば一気一遊せずに一生納品できないわけではなく一時的に納品できない商品もあるというふうに捉えていただきそこに関してね、悲観的に考えずに自分がそれまでにできること例えば追加のリサーチを行うだとか出品登録を行っておくだとか商品の OEM、簡易 OEM について検討しておくだとかそういったことに生産的に時間を使っていただければ 人ですちなみに納品プランが作成できない商品の納品プランを作成しようとするとどうなるのかについて説明させていただきます。通常商品の在庫タブから 在庫管理をクリックしていただき、実際に納品しようかなという商品の公営心を選択するんですね。で、その後、商品の管理、在庫管理ページの、この選択中の○○商品を一括変更というところをクリックして、在庫商品を納品補充するを選択すると納品手続きに進んでいくことができるんですが、納品する商品の数を入力するページで、フルフィルメントセンターに納品される商品の一時的 な優先設定についてという警告と言いますかお知らせがファッと出るんですねでこの段階で納品できるかどうかっていうのは把握できますというわけで今回は米国アマゾンに納品される商品の優先順位というものがカテゴリーごとに現状を決まっているという話をさせていただきました我々にとって繰り返しになりますが大切なことっていうのは一喜一憂せずにできることを行う前向きに進めておくっていうことなんですねこういった変化 っていうのはどのような商売であってもアメリカアマゾンで売ろうが日本アマゾンで売ろうがヤフオクで売ろうがどこで売ろうが日々生じるものですからそもそもそういった変化が起きた時に順応できるようなシステムを構築するこれがビジネスの大前提になりますので変化で右往左往しないということが何よりもビジネスで実績を出すための秘訣になるかなとというわけで最後までご静聴ありがとうございます今回の動画もしご参考になりました なら高評価チャンネル登録の方いただければ幸甚です。では、失礼いたします。